はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3続きをやっていきたいと思います。とりあえずバイトをしてレベルはこんな感じになりました。で、装備の方も、買えるものは買った感じですかね。ゆずちゃんはチェーンクロスを装備させて、で、ガーターベルトを装備したのでセクシーギャルになってます。で、ももちゃんとかは変わったところはないかな。で、ゆずちゃんが装備してたトゲのムチですね、これ魔法使いのあかねちゃんも、装備できるようでしたので、あかねちゃんにトゲのムチを装備させて、革のドレスとかを買ってます。で、今回は、このままですね、西の方に行って、まずはシャンパーニの塔ですね、ここを攻略しましょう。マジックパワーは節約していきたいので、まあね、やっぱりね、あかねちゃんどうしてもね、魔法使いなんで攻撃の火力がね全然出ないんですよね。まあ、毒針にしようかどうしようかっていうところはねちょっと悩んだんですけど、まあ、メタルスライムとかはぐれメタルが出るような地域になったら毒針を装備させようかなと、思います。軍隊ガニはね硬いんだよね。どうしようかな、ギラー唱えちゃおうかな。ゆずちゃんはこっちか、キラービー倒せるやつから多分倒す方向だね。ギラもね4使うからね、マジックパワー連発はできないんですよね。さらにねイオとか覚えたらかなり便利にはなるんだろうけど、やっぱりマジックパワーなんですよね。で、ただあかねちゃんは切れ者になってるんで、マジックパワーの上がりがこれから良くなっていけばいいですね。で、相変わらずももちゃんはヒットポイントが高いと。まあ、ゆずちゃんもチェーンクロスを装備させたんで、こういうグループ系のね敵にはかなり火力を発揮しますよね。で、あかねちゃんがちょっと削るっていう役割ですかね、今のところは。まあ、今のところはギラ一発しか使ってないんで、ここの塔のね中とかはもうさすがに全然覚えてないんで、とりあえず探索をしていきましょう。上の方に荒くれ者がいますね。またこのパターンか。これはじゃあギラを使って軍隊ガニ攻撃しますか。軍隊ガニ硬いんでね、本当に魔法でまずはダメージを与えていきたい。おー、ゆずちゃん硬いね。12とか、まあ、ギラを唱えておいて正解だったといえば正解だった。ちょっと上の荒くれ者に話しかけましょう。こうやって見るとあいつもすっげえ怪しいよな。でもまあこの世界ではね、多分ああいう格好してても特に何とも思われないんでしょうね。結構いっぱいいますからね、何人もああいう格好してる人。現実にいたら確実に職質かけられて、おお、聖なるナイフ、警察にとっ捕まってるよな。ここが悪名高いシャンパーニの塔だぜって言ってるけどさ、こいつはカンダタの仲間なのか、それとも全然関係ない人なのか。あー、右側に階段が見えるね。ただ宝箱とかは回収していきたいんで、いや硬い、軍隊ガニはマジで硬い。あかねちゃんちょっと遅いね。やっぱねグループ攻撃系は早めに発動してもらいたいんで。まあ何かしらやっぱりこう弱点的なものがあるね。主人公はねほんとマジックパワーが少ないっていう。お、金だ、やったぜ。これはまた軍隊ガニにギラを唱えよう。蜂はゆずちゃんに任せる。お、かわされた。俺の攻撃で倒せるか。よしよしよし、いやほんとグループ攻撃役立つわ。あとはねブーメラン系が手に入れば、多分ブーメラン系は普通に
ミックスが装備できると思うんですよね。3匹3匹か、これもどうしようかな。ギラ唱えておく、数が多いからね。あ、ゆずちゃんがギズモに攻撃をした。でもこれでギラを唱えれば3人倒せるんじゃないか。メラはそれなりに食らうね。3匹倒せればでかい。おお、よしよしよし。で、あとはゆずちゃんがムチで始末すると。始末できなかったけど、あかねちゃんが取りこぼしを狙う。で、ミックスのヒットポイントがちょいちょい減るね。もともと53か。安心できる壁ではないよな。いや、これは本当にゆずちゃんとミックス順番入れ替えてもいいかもね。最後にあかねちゃんか、ちょっと遅いな素早さが。素早さの種とか手に入ったらあかねちゃんに使っちゃう。いや、でもやっぱり主人公に全振りしていきたいんだよね。これ上とかはなんもねえか。お、これは特に何にも消費せずダメージを食らうことなく倒せるね。楽勝。塔に草が生えている。まあ誰もね管理してないと思うんだよね。なんもねえし。だいたいさ、この塔って何のために建てられたの？そういう目的不明なものがいっぱいあるからな、この世界には。よしよし、9とか7とか、ほんと取りこぼしは拾えるね。でもあかねちゃんでも、もう少しねマジックパワーに余裕があれば魔法を使っていってもいいんだけど、まあグループだったらねゆずちゃんの攻撃でねだいぶ減らせられるんで。そうか、魔法には弱いのか、ゆずちゃんは。別に弱いってわけじゃないけど、ヒットポイントのね低さがね最初切れ者だったんでね、それが痛いよな。まあ、性格はねそんなに気にしなくていいって言ってるんだけど、やっぱりでも気になるよね、偏ると。特にゆずちゃんなんてさ、切れ者になったところでさデメリットしかないんで。まあある程度ね職業に合った性格であればまあちょっと気にしなくてもいいかもしれないけど、さすがにね職業に合わない性格になるとちょっとマジックパワー69とかさすげえ無駄でしょう。別に攻撃魔法を覚えるわけでもないのに。ギラ、あーもうマジックパワーでも30を切るね。カンダタがいますからね、ここはカンダタが作るとちょっと唱えたいね。そうするとよーし、まあ魔法を使えば確かに片付けるのは早い。で上に登っていきましょう。でどっちだ、なんかちょっとこっちの方を調べてみよう。なんかある。おお、宝箱、お化けキノコ、これは2体だからな、攻撃していこう。ここの塔を攻略した時にあとどれだけ金が貯まってるかだよな。青銅の盾いいね、こういうのはねもう売ろう。多分青銅の盾ってみんな装備してるよね。うん、売ろう。いくらだったっけこれ、なんか250円とかで買えた気がするんだよね。半分で売れるのかな。4匹か、ちょっとマジックパワーはまだ取っておきたいからな。お化けキノコを、おおいいね、2体とも倒した。
や、5じゃさすがに倒せないか。いやー、3つちょっとそれなりに食らうな。集中攻撃を食らうとヒットポイントが減っていく。ここはホイミで回復させましょう。で、左か下とかは特に何にもないから、ギズモ3匹か。これもどうする。ちょっと作戦でももちゃんも命令、あ、違うゆずちゃんも命令させろにしよう。で、ゆずちゃんはギズモで、あかねちゃんもギラでギズモ。これでギズモ3匹は固いね。で、ミックスとももちゃんで毒イモムシ1体は倒せるはず。3匹倒せるとでかいけど、よし。うお、毒の息とか跳ね返したって何どうやって跳ね返すの息を。ただ毒になってしまった。毒消し層はね、なんかそれなりにいっぱい手に入れたと思うんだよね。キアリーはマジックはもったいないんで、ちょっと毒消し層で節約をしましょう。毒消し層を渡す。あ、これこのまま使うでいいのか。これも使っちゃおう。一応1個は袋から出しておきましょう。まあ、せっかくなんで。あ、また人がいる。こいつ何してんの、ここで。この塔には昔からいろんな盗賊どもが住み着いているらしい。あ、そうなの、いろんな盗賊がいんの。うわ、また3匹部隊か。ギズモはな、メラ使ってくるからな。いろんな盗賊がいるってことは、なんか派閥があるのかね。塔1階は我々の地区だみたいな。痛い。こんなとこに住み着いてもさ、化け物だらけじゃん。この塔に入っただけでも何匹倒したもう何十匹って倒してるよね。ゆずちゃんが寝ている。あとはももちゃんと、おお、ももちゃん倒せなかったか。あかねちゃんとゆずちゃんがちょっとヒットポイント減ってきたね。回復しましょう。ちょ、お前じゃない。30から回復。30からいくつっていうのは分かんないんだね。ドラクエ2とか1は上限値が書いてあったのに、3になるとなくなってしまった。ギズモこれどうする。4人。いや、もうマジックパワー18か。これはもうちょっとマジックパワー使えないぞ。あとはちょっとアカネちゃん先に、いいね、攻撃してくれれば取りこぼしを狙える。 OKOK、 効率的には結構良かったね。スタミナの種を盗んでいたっていいね。いや、盗賊結構レアアイテムを盗んでくれるんだ。今までなんか薬草とかさ、そんなんばっかだったけど、こういうとこ入れないか。入れそうな気がしたんだけど。あ、扉があるね。そろそろボス戦か。毒イモムシ、これもちょっと攻撃で倒そう。ゆずちゃんからのあかねちゃんにはならなかった。ま、大丈夫か。もう一個上に上がるのか。あー、なんかいるね。回復は大丈夫かな。よし。おい、変な奴らが来たぞ。お前らに言われたくねえよ。お前らだって変な頭してんじゃん。あれ、よし、お頭に知らせに行こう。上に登っていきましょう。おお、カンダタがいる。カンナタもこれ確実に犯罪者だよね、格好が。よくここまで来たな、褒めてやるぜ。だが俺様を捕まえることは誰にもできん。さらばだわ、はは。あれ、落とされるんだ。てかさ、後ろの人たちもさ、一緒に落とされる意味はないでしょなんでついていったの。僧侶とさ、魔法使いは大丈夫じゃなかった、ポジション的に。あ、宝箱がなくなってる。これどうすんだっけ、飛び降りるんだっけ。なんか忘れちゃったな。あ、いる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 。
しつこいやつらめ、やっつけてやる。うわ、カンダタ古文ってこうばらけてんのか。まあまずはちょっと古文からじゃあ1体ずつ倒していくか。これどうしようかな。マヌーサとかカンダタに効くのかな。まあ明らかにこいつらね、肉弾戦系だからね、スクルトで防御力を上げておこう。痛い、結構食らう。マヌーサ効け。効かなかった。超食らうんだけど、ちょっとこれ今回自分も回復に入ろう。まずいな。でモモちゃんを回復させてスクルト唱えよう。ちょっとスクルトが効くまで防戦になるね。あかねちゃんで10、モモちゃん17か、結構痛いな。やはりもう2回くらいは唱えておきたい。ピューリム唱えよう。でスクルト確実に先手を取れるように。すんげえ上がんだけどゆずちゃん。やばいやばいやばい。カンダタ古文をね先に始末して、手数が減ればね回復も間に合うと思うんで。ヒャドが2回か。いいや、攻撃に入ろう。ヒャド、くらい。裸にヒャドは痛いだろう。よしよしよし。もう安定してきたね。マジックパワーなくなるけどいいや、使おう。あとはこいつをボコすだけと。まあそれなりに食らうか。スクルトで強化してるとはいえ、ゲッカーされた。ゲッカーされた。まあこっちもダメージを受けなかったけど、え、何こいつ、すんげえ回避率高いんだけど。1回、まだいけるね。痛恨の一撃が来ない限りは。てかあかねちゃんさ、攻撃する意味ないか。防御しとこう。向こうもなぜか防御しだしたからね。なんでこいつこんな回避率高いの。身を守ってるね。この行動に果たして意味はあるのか。一人で身を守ってたって、攻撃をただ食らうだけでしょ。ヒットポイントはそれなりにあるね、やっぱり。いや、ゆずちゃんすげえわ。めちゃくちゃ防御力高い。12、そろそろももちゃんで回復させておきますか。これそういえばさ、ピオリム使うとさ素早さが上がるけど、連動して防御力も上がるのかな。それちょっと分かんないですね。よし、レベル10。やっぱ力が上がってくね。ギラ、いやギラを覚えてんのもな。唱えるマジックパワーがないんだよな。88、いやーいいね、いい感じで上がってくよね。ももちゃんもレベルアップ。いや、ヒットポイント上がるね。キアリー、ようやく。さっき毒消し草を使おうとか言ってたけどさ、そもそもキアリー覚えてなかったじゃん。よし、いいよ、覚えた。でも、マジックパーがもうない。ま、参った。金の冠を返すから許してくれよな。まあ、いいだろう。ありがてえ。あんたのことは忘れないよ。じゃあな。ちゃんと置いてったか。よし。で多分取りこぼしの宝箱とかはなさそうなんで、そのまま落ちて帰ろう。めんどくさいからキメラの翼を使いたいんだけどな。ない。ルーラって、あ、覚えてあるわ。じゃあロマリアへそのまま帰りましょう。でこれをね王様に返すんですけど、ただ王様にはね返す必要ないんですよね。別になんかある守備力が上がるのか。兜とか、ちょ、俺が装備してもおこう。よし。あれ、俺ってさ、そもそもさ装備してなかった頭。とりあえずは金の冠で代用させてもらうか。
で王様に返すとなんかありがとう的な感じになって、わしに代わってこの国を治めてくれないかっていうイベントが起こるっちゃ起こるんですけど、ちょっと今お金がね、必要なんで兜は金の冠にしておきましょう。であとは、まあ、ここら辺はいいか。でじゃあ一回カザーブに行ってカエル装備を見てみましょう。まあ物もねいろいろ売りたいんで、まずは売るか。金を調達しよう。聖なるナイフはいらない。聖堂の盾が187ゴールドか。これ何どんくらい ?3 分の2とかで売れるのかな。ゆずちゃんももっちゃん、まあ毒針は売らなくていいでしょ。聖なるナイフと、あ、革の帽子がここにあるじゃん。まあいいか、売っちゃおう。もう力の種も袋に入ってたね。あとは、あ、鉄の鎧ね。1しか外上がんないんだ。鱗の盾がね、ちょいちょい上がるんだよね。600円をさ、3つ揃えるとさ、もうそれでさ、1800円だからね。鋼の剣欲しいね。鋼の剣にしよう。よし。で、鉄の槍は売っちゃおう。487円。650円。あ、半分ではないね。3分の2くらい?ちょっとすぐに計算できないけど。で、どうしようかな。お金は取っといてもいいんだよな。鱗の盾。5上がんのか。結構でかいね。いや、でも取っとこう。で、スタミナの種。ゆずちゃんに使いたい気がすんな。どうしようかな。まあ、いいや、自分に使おう。1。袋から力の種を使おう。3。OK。じゃあ、ここは終わったんで、ノアニール、歩いていこう。ノアニールから西に行って、今度エルフのなんとかだね。毒芋虫はこの2人で倒して、ギズモ、ゆずちゃんとあかねちゃんの攻撃で倒せるかな。2人、始末しろ。よし。残ったか。まあ、しょうがない。でノアニールの町自体は前回見たんで、まあ、そのままスルーをしていきますと。西へ向かいましょう。ここら辺からさまよう鎧とかね、めちゃ苦戦したけど、今だったら多分大丈夫だと思うんだよね。さすがに武器も違うしレベルも違うから、あの状態でこっちには来れなかったね。でまあ、ノアニールのねイベントは別にこなす必要はないんでやんなくてもいいんですけど、ただこのままねアッサラームに向かったとしてもやられるだけだと思うんで、まあ、レベル上げとお金ためを兼ねてやっていきましょう。でホイミスライムから始末していく。ホイミがめんどくさいからね。グオホ硬いね。さまよう鎧、鎧だからね。で、まずはここに入りましょう。で、エルフたちがいますと。ここはエルフの隠れ里よ。あ、人間と話しちゃいけなかったんだわ。ママに叱られちゃう。隠れ里よってさ、自分で言ってるからね。こっちとかってなんかあるんだっけ?広場的なあれにはなってるけど、何にもないか。こういうところにね、もうメダルが落ちてると分かんないな。ノアニールの村が、村のみんなが眠らされたのはわしの息子のせいじゃん。あいつがエルフのお姫様と駆け落ちなんかしたから。だから息子に代わってこうして謝りに来ておるのに話さえ聞いてもらえぬ。ああ、わしはどうすればええんじゃ。謝って済む問題なのそもそも。でもいいね、エルフのお姫様と駆け落ちなんて。あなた方人間には物は売れませんわ。お引き取り遊ばせ。しょうがない。ヒヒンブルルルル。非人間だわ、さらわれてしまうわ。そうだね、俺はさらっていくからね。いやー、エルフと駆け落ちか。いいね。あなた方人間がこのエルフの里に一体何のようです。何ですって。ノアニールの村の、そう、そんなこともありましたね。その昔、私の娘アンは一人の人間の男を愛してしまったのです。その昔なんだ。
そしてエルフの宝、夢見るルビーを持って男のところへ行ったまま帰りません。所詮エルフと人間、アンは騙されたに決まっています。多分夢見るルビーもその男に奪われ、この里へも帰れずに辛い思いをしたのでしょう。ああ人間など見たくもありません、立ち去りなさい。この牛だとか小さなメダルはないね。いや、あとここに落っこってるとしたらわからんわ。まだ盗賊はねあるかな。階層を知る、場所を知る、うんだけだからね。なんか宝がね光るやつが覚えたと思ったんだけど、まだレベルが足りないかな。じゃあこの洞窟に行きましょう。ここら辺の敵は大丈夫かな。よし、宝箱288円。あ、そうかそうかそうか、さっきシャンパーニュの塔でも400いくら手に入れたかね。てかまたなんか強そうなのが出てきたな。これはイオ大人用。あれイオがない。こっちか、爆発、簡単だな。小さな火の玉、敵一人に氷の刃と書いてある。爆発って。バリードドッグ、マタンゴとかが結構食らうな。いや、これ眠らされるときついぞ。うーわー、よりによってアカネちゃんが眠ったし。あ、これマタンゴ先に始末しとこう。ゲ、こいつはこいつでルカナン唱えてくるのか。あ、ゆずちゃんが眠っとる。もういきなりな、なんか苦戦してるよな。これで何匹倒せるか。3匹は倒せない。ももちゃんが倒して OK。 ミックスに1回ホイミをかけないとちょっと危険だね。まあ僧侶はね、今のところホイミくらいしか使うのがないんで。ここに人がいるね。騙された、バンパイアに襲われるところだったぞこいつ。俺が助けてあげたんだ。完全に後ろ向いてたから、強っ。14とかマジか。俺が助けてあげたんだ、金品の一つでもよこしな。この洞窟のどこかに体力や気力を回復してくれる聖なる泉があるらしい。しかしどうしてこんなところにそんな泉が湧いたのか。私には悲しげな呼び声が聞こえますぞ。霊感があるのかなこいつは。気力を回復してくれるって何。まあ、多分マジックパワーを回復してくれることなんだろうけど、気力なのマジックパワーって。これはもう普通に攻撃をしていこう。結構食らうね。事故ってな、あかねちゃんが死んでも嫌だしな。ホイミを唱えておくか。よし、上にも宝箱ゲット。聖水あんまりいらないかな。こっちはなんか続いてる。下を覗くだけ覗こう。ヴァンパイア一体だったらできれば。うお、シャドウ。結構食らうね。こっちが使うよりはでもダメージは食らわないか。30とか食らったらやべえなって思ったけど、まあ、それともたまたまダメージ量が少なかっただけなのか。うわー、なんかどっちもどっちだな。まあいいや、帰りはまた歩いていくか。リレミトはね覚えたんですよ。どんどん下に行ってるな。あ、やった、小さなメダル。宝箱に入ってるんだ。階段に行けないんだけど。でまた登ると、あー、これ多分こっちが、なるほどなるほど、さっきのところに出てきた感じですね。で左のところに行って、あれ絶対怪しいよね。あからさまにさ、でもこれ人工物でしょ。ここにさ、うわ、またこのパターンか。ちょ、マタンゴだな。マタンゴをマジで排除しよう。あかねちゃんがね、早々に異を唱えてくれれば。マタンゴが先。
うわー、甘い木が先。しかも寝る。もうゆずちゃんとあかねちゃんがちょっと眠られるとね、厳しいんだよね。でゆずちゃんはマタンゴにしよう。でマタンゴの打ち漏らしをももちゃんが倒すと、まあ打ち漏らしはなかったけど、うおー、ちょっとヒットポイントが減ってきたね。もともとがねそんな高くないからね、前衛の2人が。それも問題だよな。あ、間違えた。だってさ、このろうそくみたいなやつだってさ、人工物じゃん。どうやって火が灯ってんのかよくわかんないけど、あれ。これ全回復する？全回復したっぽいね。じゃあ全力で戦って大丈夫なんじゃん、もしかして。まあそのお宝を手に入れて帰り道のところもまたここで回復すればいいわけでしょ。会心の一撃、割とマジックパワー使えるね。そうするとこれにさ火がついている理由がわからないよね。ろうそくってわけでもなさそうだしね、まあ、この世界にはそういう技術があるのかな。もうこれもだからいい音ないよ。あかねちゃんのスピードがもうちょっと上がってくれればシャドウが先。やっぱ結構食らうね。やっぱりいいよ。うん、効かないとか、こんな腐った犬ごときに。回復をさせなければ死んでしまう。これはどっち上行ってみる。うわ、また分かれてるね。宝箱、力の種、よし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 。力の種はもう自分に使おう。いや、ゆずちゃんに使うのもありだけどな。いや、やっぱり種は自分に使おう。物をね買ってあげてる分、種は自分に使いましょう。装備はね女性から揃えていきますけど、種系はもう自分で使いましょう。こっちも宝箱、鉄の槍か。まあいいや、金になる。あれ、鉄の槍ってさ、そういや売っちゃったけどさ、もしかして、あ、装備できるね。銃も上がるじゃないか。いや、よかったよかった、ここで手に入れて。うお、このパターンがね一番嫌なんだよね。これもイオでいこう。お、倒した。23じゃ死なない。イオ、甘い木が先。ただ今回あかねちゃんが寝てないから、これで始末してくれればとりあえずは大丈夫。でこのバリードックね、イオが効かないことがあるからね。じゃあこっちの左に行きましょう。で階段を降りると、こういう洞窟も本当誰が作ったんだこの階段。怪しいは怪しいよね。何も通じてなさそうなんだけど。え？なあ、通じてないね。ここではありませんでしたと。下から行くか。宝箱、銀のロザリオ。あれ、銀のロザリオって何？装飾品、守備力、性格は変わるのかな。まあ、銀のロザリオだからももちゃんに装備させてみる。これであと性格が変わってるかどうか、ロマンチストになるのか。ロマンチストってどうなの。まあいいや、ロマンチストにしておこう。こっちは何にもない。マタンゴ、これはギラでいくか。
うおー、この甘い気ネタ、しかもうおー、めっちゃネタ。そしてミックスのヒットポイントがちょっとやばくなってきた。うわ、7も食らうのか。しかし目を覚ましていたってどういうことなの。ゆずちゃん3人くらい排除してくれると助かる。いいね。いや、ほんと使える子だよゆずちゃんは。これ戦士だったらさ、逆に辛くなかった？戦士ってチェーンクロスとか多分装備できないでしょう。まあ、その場合自分が装備するのかな。ちょっと見るだけ見てみよう。チェーンクロス渡す。いや、装備できねえし俺。やっぱりそうすると戦士も多分装備できないね。ここ結構広いね。うお、なんかいきなり宝箱あった。革のドレス、革のドレスもね、女性専用だからね。まあ確かに男が装備しても気持ち悪いだけだから。でそうすると魔法使いとかがね、装備できるのがいいよね。多分男の魔法使いにしてたら革のドレスとか装備できないから、今もしょぼいなんか汚ね布の服とかそういうの装備してたと思うんですけど、それが革のドレスになるっていうのだけでもでかいですからね。いや、ヴァンパイア強いわ。キャドも唱えてくるしね。もうキャドも攻撃もあんまり変わんないから。食らうときは20食らうから、キャドの方が強いのか。万能型だな。攻撃もできるし、ゆずちゃんとかだったらヒャドの方が通るからね。え、これもつながってるだけ。下は宝箱200円。でどこだっけ、このちょっと下のところだっけ。ゆずちゃんでさえ10食らうのか。ってことはもう帰りはどうしようかな。リデミトで帰っちゃってもいいような気もするんだけど、取り逃しは多分ないと思うんだよね。これこのまま入れるの？あ、入れるか。夢見るルビー。宝箱には書き置きが残されていた。ミックスは書き置きを読んだ。お母様、先立つ不幸をお許しください。私たちはエルフと人間、この世で許されぬ愛ならせめて天国で一緒になります。アン。なるほど。心中してしまったのか。夢見るルビーって何？覗き込んだ。なんだか意識が遠くなっていく。え？しびれて動くなけなくなったって何それ？ちょ、ユーズちゃんがやばい。ああ、マヒは一瞬で治ったな。ひでえトラップだな。ここもイオを使ってこう。いや、これで麻痺したまんまだったら。きつかったな。人食いが集中攻撃を食らうとまずいぞ。あかねちゃん寝るな。よし、とりあえずイオさえ唱えてくれれば次のターンなんとかなる。マヌーサまで来るのか。あれ、あかねちゃん寝た。結局寝てしまったんかい。やばい、これはマジでやばい。自分はちょっとあれだね、マヌーさんになってるからな。ここどうする。確実にイオで打ち戻しがないようにしよう。自分が先か。あっぶんね、ももちゃん狙われてたら死んでたな。いや、結構チョコ材な行動してくるね。眠らせたりマヌーサしてきたり。どうしよう。レベル上げとお金貯めも兼ねてちょっと探索しながら帰りますか。回復できるからイオをどんどん使っていこう。いや、敵の攻撃力が強いんだよな。バリーと効かないことがあるから攻撃して倒しとけばよかった。で、ももちゃんとミックスも回復させないと、まあ、事故るは事故るからね。これでと。まあ、最短ルートで帰っていって、
あれこれ右だよね。どうしようかな、ちょっと待ってね。こうのこうのこうのイオンにしよう。まあただ途中にね、なんか知んないけど回復ポイントがあるのはでかいからな。くらえ。火力はそこまで出ないね。今のところ攻撃力だけでいくとヒャドが一番ダメージが出る。まあただ敵単体っていうのがあるけど、でギラはグループでイオが全体。まあメラはね敵単体だけど初期魔法なんで、まあダメージは全然出ないと。どっから来たっけ。これはいいや、イオ使おう。ちょっと待って、一応ばらけるか。バリードックの方がイオ効かない恐れがあるからね。残っちゃったけど効かないわまあミックスがね鋼の剣になってるんで火力だけはまあそこそこ出ますね。ももちゃんマジックパワーが上がって、また体力が結構上がってるね。まあそれはそれでヒットポイント高ければ安心感はあるからねいいんだけど、回復していきましょう。バリードックをちょっとあれだな、集中的に倒そう。ルカナンとかの体勢もどうなってんだろう、いまいちよくわからん。イオが1回入ればあとはもう普通の攻撃で倒せるはず。よーし。でゆずちゃんのレベルが上がったってことはそろそろ他の人たちもレベルが上がりそうな気がするけど、まあ単語イオがいいかギラがいいか、まあ、ギラでいいか。さすがにグループだけだからね。いやーやばい13食らうことはないと思うけどちょっと怖いね。でまあ回復をさせてもいいんだけど、もう回復ポイントが近いからね。ヒットポイント7、マジックパワーやっぱ上がんないね。で力が上がっていくと大丈夫なはず。よーし、一歩動いたら敵が出たとかありえるからね回復させないで。またマタンゴ部隊か。これもギラでいいでしょう。うお、いきなりまずはねゆずちゃんさえ眠らなければとりあえず全員にダメージが通るんで、あとは血漏らしを倒していく。おお怖い怖い怖い。あかねちゃん食らう。ゆずちゃんさえ残ってればこのグループ攻撃でなんとかなるから、まあもう大丈夫です。ゆっくり寝てなさい。さて歩いて帰ろう。歩いて横着せず。基本的にさ、これリレミトで出たとしてもまたね金が足りねえとかレベルが低いとか言い出して経験値とかを貯めないといけない羽目になるんで、だったら帰り道を横着せず。あー、まあ、タンゴは多分ユズちゃん一発で倒せるかな。よし、まあ、2体くらいだったらね楽勝でしょう。でまあレベルとかも上がったんでアッサラーム地方には行けるかな。あ、先にこっち行こう。これはどうしようかな。ちょっとまんべんなく攻撃して異を唱えよう。いや強いゆずちゃんマジ強い。うわー、さまよう鎧ヒットポイントあるね。攻撃力も高いね。洞窟の中でさまよう鎧が出てこなかったのは助かるね。まあ、そもそも出現しないんだと思うけどここまで出ないってことは。キャリーにしよう。誰だ
ゆずちゃんか。で、一応女王様みたいな人に話しますか。夢見るルビー持って心中したんだね。その手に持っているのは夢見るルビーでは。なんとアンと男は地底湖に身を投げたというのですか。おお、私が二人を許さなかったばっかりに。わかりました。さあ、この目覚めの粉を持って村にお戻りなさい。そして呪いを解きなさい。アンもきっとそれを願っているでしょう。おお、アン、ママを許しておくれ。あなた方にお礼を言わねばなりませんね。けど、私は人間を好きになったわけではありません。さあ、お行きなさい。まあ、これで目覚めの粉を使えば、ノアニールの眠っている人たちが目を覚ますと。これはもうルーザーでいっちゃおう。グーグーグーと寝てるので目覚めの粉を使いましょう。粉ってどれくらいあんのかね。持てるくらいだからね、そんなないんだろうな、きっと。目覚めの粉は風に舞い上がって村を覆っていく。自分たちはさらに目覚めないのかね。やっべ、目覚めの粉浴びたからもう寝れねえみたいな。24時間不眠不休で戦えるって。なんと人々は目覚め始めた。ふわー、ノアニールの村にようこそ。てか主人公とかさ、別に24時間不眠不休で戦ってるからね、レベル上げするとき。こんなところで寝てたわけ、恥ずかしいと。どれくらい寝てたんだこいつら。それはそうと、昔アッサラームで魔法の鍵の噂を聞いたことがある。アッサラームはロマリアの東だ。それにしても俺は一体、私の息子がエルフの娘と駆け落ちしたまま戻らないんだよ。二人が愛し合ってるなら結婚も認めてあげようって思ってたのに。一体今はどこでどうしてるやら。死んだよ、残念ながら。せめて息子の死を伝えてあげたかったけど、そういうことはしないね。もうちっとも眠くないやい。いや、俺なんてもっと眠くないよ。もともと起きてたからね。ああ、よく寝た。一体何年くらい寝てたんだろう。寝ましょう。あら、うたた寝しちゃった。おかしな真似しなかった?した。もうエッチなんだからって。なんでさ、おかしな真似イコールエッチではないだろう。ああ、オルテガ様、行ってしまわれたのですね、しくしく。オルテガ様は森で魔物に襲われていた私をこの村まで連れてきてくださったのです。あのたくましい腕、でもオルテガ様は昨日お一人で旅立ってしまいました。昨日って言われじゃないけどね。でもこれ時期がずれてたらオルテガも寝てたのか。俺は世界中を旅して多くの戦士たちを見てきたが、あのアリア藩のオルテガこそ誠の勇者と言えるだろう。なんとそなたはあのアリア藩の勇者オルテガの息子さんか。はい。オルテガはつい昨日までその隣の部屋に泊まっていたはず。確か魔法の鍵を求めてアッサラウンに向かうと言っておったが、しかしそれが本当に昨日のことであったか。おかしなことに何年も眠り続けていた気がしてならぬのだ。これ外の世界に知ったらさ、こいつらどうすんだね。浦島太郎状態だよね。その間にも別に武器防具は進化してないからね。一応何が売ってるか見ますか。鋼の剣とか、あ、三河牛の服ってんじゃん、たっけ。でも川の腰巻きよりは弱い。川の腰巻きってそんな強いの。川の腰巻きでしょこれ。だって三河氏の服より攻撃力じゃなくて防御力高いんだ。すっげえな、川の腰巻きとか。おかしいだろう。でも三河氏の服はね、やっぱり装備させたいよね。たっけー、これ全員分は揃えらんないな。魔導士の杖はね、メラになるんですよね、確か。使うと。ちょっとまだお金を取っておく。アッサラームに行ってから装備を整えよう。ちょっと眠っとった間に村が茂みで覆われておる。
てんてんてん。あ、そうだ、僕はおじいちゃんのところに遊びに行く途中だったんだ。おお、聞こえる聞こえるぞ、人々のざわめきか。どこのどなたか知らぬが、なんとお礼を言ってよいやら。やれ嬉しや。小さなメダル、素早さの種か。これどうしよう、素早さの種ね。あかねちゃんに使っちゃおう。3。やっぱり魔法が初めに発動してくれるのは重要だからね。小さなメダルくれ。ブーメラン、あ、こんなとこに、え、なんでさ、しかもテケテケテッテンテンなの。悲しい物語。ああ、なんだ、もうそのままあれか、性格が変わる。でも悲しい物語なんてさ、あんまいらない気がするんだよな。じゃあ、おお、ちょっと待って、ブーメランをとりあえず装備させよう。まず袋だな、袋を整理して、でそこからブーメランを取り出すと、あ、こういうのはしまわれないんだね。渡す。84から70か、まあそれなりにそれ下がるよね。え、あかねちゃんもブーメラン装備できんだ。いやでもあかねちゃん火力が出ないからな。まあゆずちゃんはね、チェーンクロスでいいでしょ。ももちゃんが装備できればすっげえよかったんだけど、チェーンクロスはももちゃん装備できないんだよね。そうだよね、あかねちゃんもまあ装備できないか、ゆずちゃんだけか。ブーメランは魅力的だな。でも一応ミックスに装備させよう。これ戦闘中に変えられたっけ、装備すぐターン消費しないで、まあ、変えられたとしても鋼の剣を手に取ったってなってターンが終わっちゃう可能性もあるんで、道具、鋼の剣装備、あ、大丈夫だ。じゃあこれは鋼の剣とブーメランを持って臨機応変に対応していこう。ブーメランの威力を見ましょう。おら、うん、まあまあまあ全然いいね。これ全体攻撃に入るんだったら全然いいよ。ブーメランごときでさ、なんでそんなダメージが通んの。よし、なかなかいいの手に入れたね。刃のブーメランも小さなメダルで商品であったよね。そうするとかなり強そうだな。というところで、じゃあ今回はカンダタを倒して、夢見るルビーを手に入れてノアニールの、村を直したというところで、終了したいと思います。次回はアッサラームですね、魔法の鍵を求めてアッサラーム地方に、行きたいと思いますので、今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。